あ、今日もお手伝いに来てくれたの？ありがとう。いつも助かるよ。私は今から着替えに行くとこなの。小鳥ちゃんが大急ぎで作ってくれた新作なんだよ。私もまだ完成品は見てないからすっごく楽しみなんだ。着替えたら一番に店に行くからこの辺で待っててくれる？超特急で着替えてくるからね。いいよ、こっち見て。じゃじゃーん。どうかな、大人っぽい衣装だから似合ってるかちょっと心配。よかった、あなたに似合ってるって言ってもらえるととっても安心するんだ。そうそう、今回の衣装のアクセサリーは私たちも手伝ったんだよ。細いビニールっぽい糸に一粒ずつビーズとかを通していくの。小さいビーズがなかなか入らなかったりしてすっごく大変だったんだ。だからかな、こうやって完成品を見るといつも以上に胸がチーンってするっていうか、なんとも言えない気持ちになるっていうか。今からこれを着てライブするんだよね。うん、絶対にいいライブにしたい。よーし、気合い入れて頑張るぞ。あなたも最後まで見てね。ステージの上からチェックするからね。